幕末の日向国の岡藩士。明治時代初期の延岡区長。忌味名は、長民。通称は、伝右衛門。藩士時代の国高150国。実定は、大島影康。老いは、大島正太郎。延岡藩の養殖、小三寺などを務め、西南戦争では、延岡氏族で、鹿児島県宮崎市町長である、わらがいの求めに応じて、 大島アジェと共に、西郷隆盛率いる西郷軍に呼応した、盗撮所帯の一つである、延岡隊を組織し、その頭取りとなる。延岡において出生。幕末の延岡藩において、軍部業や養殖などを務め、明治維新後は、薔貝秀隆同様に、小三寺を務める。延岡藩は、廃藩地県により、延岡県となり、耳密県を経て、宮崎県となる。 明治九年八月二十一日に宮崎県は鹿児島県と合併、統合、翌十年には鹿児島県宮崎市町長に旧のべお藩市のわらがいひが就任した。一方で旧鹿児島城下では私が校等による同年一月二十九日の弾薬略奪事件二月三日には中原久浦からの最高暗殺に関する自白書が取られたことから最後が兵を率いて、 上京する方向になる。明治10年2月8日に当時の岡区長であった、町民は、味前と共に、宮崎市町長のわらがいより、最後暗殺疑惑の発覚と西郷の出兵の目的、延岡からの出兵最速の書面を受け取り、さらに翌日2月9日に、大和田伝蔵を使いとして、わらがいより、旧帯藩士で結成された、帯帯と旧佐戸原藩士が結成した。 佐戸原隊の出発と再度の延岡からの出兵催促が伝えられる。このため、長民らは、かつての宮崎県庁舎である宮崎市庁舎に出向いて、宮崎市長に届いていた鹿児島県で、大山綱吉の書面を確認する。その後、従軍を、好意に、鹿児島へ行った池内政権らが聞き入れられず、鹿児島から戻るといった、右与曲折があったものの、長民を通り、 弟で、司法省16党出資であった、大島影康を、小隊長とする、延岡隊を結成される。延岡隊は影康に率いられて2月23日に、熊本県へ出兵する一方、長民は、延岡隊の頭取として、延岡城下に滞在し、母兵や、軍資金募集、弾薬製造で、延岡隊の広報支援に従事する。3月下旬に、 延岡氏族の中で、西郷軍に対し、協力的であったわらがが方針を転換し、わらがより、アジゼンラに、鹿児島城下に兵を率いた直主が到着したことと、政府軍に降伏すべき旨が伝えられる。明治10年5月には、延岡隊は、政府軍政党前方本部へ、降伏基準する方向となり、政府軍への基準を願い出るために長民らは、総大として、 鹿児島の政府軍政党先方本部へ赴こうとするが、鹿児島県での戦闘により、鹿児島城下の政府軍政党先方本部に赴くことに失敗する。加えて、延岡城下が野村押し介率いる西郷軍機兵隊の出張本営が置かれ、軍務所と改名した宮崎市長にも西郷軍本営が置かれ、さらに西郷軍機兵隊が 大分県での進軍に失敗したものの、延岡方面の政府軍の進軍を阻止し続けたために、塚本ら延岡氏族は、西郷軍に引き続き協力することとなった。西郷軍が、延岡で敗北し、渡越に交代した、明治10年8月14日、長民は、阿治前や池内なるみ井上勝としら5人で、政府軍に降伏する。このほか。 大島影康をはじめのベオカ隊の主要人物は8月16日の西郷隆盛による海軍命令を待たずに8月14日までに、のきのみ降伏した。西南戦争後、長民は懲役3年を命じられ、市ヶ谷監獄に収監される。ありがとうございます。